おはようございます、たかしです。本日は11月9日水曜日、ただいま9時16分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと最大で5万5000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのはありですね。お得なことは面倒くさがらずに早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは日足からです。昨日の日足は下髭の長い陰線となっております。下髭が半分ぐらい出ているんですよね。実体半分、下髭半分というところで、現在はこの緑のボックスの中での揉み合いに入ってきているのかなと。今現在は上限付近にありますので、ここから下落するのか、それともここで揉み合ってそこから上昇するのかというところです。ストキャスティクスはゴールデンクロスはしてきてますが、昨日が重い、しかも今朝もちょっと下落気味になっておりますので、ここから上昇できるのかどうかっていうところは少し怪しいですね。現在はこの緑のボックス上限に引っかかって下落中ですので、もう少し押しをつける可能性っていうのも考えられます。そして今はこの黄色のボックスの中で動いていると考えますので、その中央付近というところで、ここからこの中央付近を上抜けられるのか、それともここからまた再びこの下限ですね、165円ぐらいを目指して下落するのかという、そんな節目に来ている感じがします。マクディはまだ弱いですので、もしここから上昇するのであればもう少し時間がかかるのかなと。このマクディの下落モメンタムを解消するのにもう少し時間をかけて、そこからの上昇になっていくのかなという、そんな印象を持てますね。現在は昨日も分かりにくい動きをしてたんですが、上がったり下がったりと乱高下というか、行ったり来たりしてますので、すごくトレードがしにくいと思いますので、今上位足では日足4時間1時間と方向感が分かりにくくなってきてますので、もしトレードするのであれば5分とか15分とかそういう短い足でやっていくのがいいと思いますが、基本的に上位足の方向感がなくなってくると、上に行ったり下に行ったりしますので分かりにくくなるので、あまり長く持つというよりは短く利確していく、そんなトレードがいいのかなと考えます。では4時間足です。現在4時間足はこのオレンジのライン、これが4時間足の目線切り替えポイントです。そしてこの紫の点線、これが1時間足の目線切り替えポイントと考えているのですが、1時間足の目線は今下です。そして4時間足は上というところで、分かりにくい動きをする可能性を考えておきたいですね。現在はこの高値とこの安値での間でのレンジになる想定を、今日足ではここの、ここが黄色のボックスになっているんですが、そこでのレンジかなと見ております。4時間足ストキャスティクスは今デッドクロスして下落中というところで、これも中途半端な位置にありますので今は分かりにくい。しかも GMMM 横ばいですので、上に行くのか下に行くのかっていうのがすごく分かりにくい。つまりここ今トレンドがないんですよね。週末の動画か、昨日一昨日の動画かわかんないですけど、その辺でここが揉み合いのゾーンに入ってきてますっていう話をしてるんですが、ここですね、170円から168円ぐらいの間、この辺ぐらいっていうのが揉み合いになるので、分かりにくい動きをするかもしれませんっていうことを言ってますが、ちょうど今その辺付近、昨日もその辺付近で戻されてきてます。今はこの昨日の安値ぐらいを明確に下抜けるまではまだここで揉み合うだろうという、そんなイメージを持っています。ストキャスティクスは下げてきてますけれども、これがどこで反転するかが分かりませんので、今は下がるとか上がるとかいう風に一方的なイメージを持つのはあまり良くないと思いますので、今4時間足ではトレンドがなくなってますので、上に行くかもしれないし下に行くかもしれないっていうところで、動いた方についていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足この高値からこの安値にフィボナッチリトレースメントを引いてまして、その 50% 付近でダブルトップをつけて昨日下落してきました。そしてこの黄色のボックスの下限ですね、これが先ほど言っていた過去の揉み合いゾーンですので、168円付近から170円付近というところですね。まあ下限は厳密には167円のミドルぐらいなんですが、昨日の安値が 167.3 付近にありますので、この辺ぐらいまで下落してきたところで再び反発できるかどうか、この昨日の安値を抜けるかどうかっていうところが本日ポイントかなと見ております。ただ基本的には分かりにくいこの乱高下ですね、上がったり下がったりというのを繰り返しているだけですので、昨日の安値付近に来たところではまた再び買いが入って、このボックスの上限ぐらいまで170円ぐらいまで上げてくるということも考えられますので、今はまずは日足での大きなボックス、この紫のラインとこのオレンジのラインですね、ここでの大きなレンジの中のさらに小さなレンジの中にいるっていうところで、
レンジの下限とか上限とか、もしくはレンジを抜けてからとかいう風なトレードをしていかないと、打ってもやられ、勝ってもやられみたいなことになってきますので、その辺は注意が必要ですね。なので今1時間足単位でトレードをするのであれば、今レンジ下限ですので、ここからのロングエントリー、そしてレンジ上限に来た時はショートエントリーっていうところで、損切りまでの距離を極力なくすっていうことが大切です。ですので本日は昨日の安値を下抜けた時はもう一段下ですね、この辺166円のミドルぐらいまでは下げてくる可能性、そうなるとね、一旦ここまで165円を割ってくるとは思うんですけれども、まずは昨日の安値を下抜けるかどうかですね。で、昨日の安値付近では押し目買い、昨日の安値を下抜ければ戻り売りで短く取っていくみたいな、そんな感じがいいのかなと考えてます。また昨日の高値を抜けてきた場合ですね、ここを抜けてきた場合は、次はボックス上限ぐらいまでというところを狙っていけるのかなと思いますが、ここからボックス上限といっても、これ大きなレンジの中にありますので、昨日の高値を抜けてからというよりは現在地付近からのロングエントリーっていうのがまだ優位性はあるとは思います。ただし昨日もこのじりじりとずっと下げてきて、夜中に急騰という分かりにくい動きをしてますので、本日も分かりにくい動きをするだろう前提でトレードしていくのがいいと思ってます。そして過去の節目ですね、過去に抵抗になっているところ、その下げ止まったところ、上げ止まったところっていうのを意識して、その辺付近でのエントリーをしていくとエッジの効いたトレードができますので、その辺を参考にトレードしていただければと思います。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように、丁寧な解説動画というのを週1本更新していきます。誰でもご参加いただけるように、コーヒー1杯分くらいの価格にしておりますので、たくさんの方のご参加をお待ちしております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。